ガベル、またはギャベルは裁判や議会などで用いられる、儀礼用の小型の木槌のこと。一般的に公葉樹で作られている。アメリカにおいては、議会や法廷で用いられる一般的なものであるが、世界的にはオークションで見られる。注意喚起や裁定や宣言の区切りを示すためにも使用され、裁判長の権限と権利を象徴するものでもある。 紅葉樹で作られることが多いサウンドブロックと併用され叩いたさえの音の響きを向上させている。会議でガベルを用いるようになったのは1789年春にニューヨークで第一回目の上院議会が開かれた際にジョン・アダムス副大統領が用いたことに由来するとされる。それ以来ガベルで演台や机を叩いて開会を示すのが通例となった。また、 閉会や議場を落ち着かせて秩序を保つ目的にも使用される。中世のイングランドにおいては、ガベルという単語は現金ではない物品での献金や家賃支払いを意味していた。こうした合意はイングランドの土地裁判所において小槌の音によって決定されたが、これは古英語のゴホルに由来したのかもしれない。ガベルは領主に対する仏能による納税を指す用語の 窃頭時として使われ、イングランドやアイルランドの一部地域で見られた遺産相続制度であるギャベル金土などにも見られる。また、石膏の道具の一種で議論の秩序を保つために用いられるようになったセッティングモールが由来の可能性もある。審議会などにおいてガベルは使用される。ロバート疑似規則の改定版によれば延期や閉会を示す時に使用することができるとされている。 また、会議参加者が軽微な規則違反を起こした時にも使用することができる。デメーテル、S マニュアルオブパーラメンタリーロープロシージャでは、投票後に軽く叩くことに加えて、以下に挙げる3つの用途があると記載されている。不適切な使用例としては無秩序な状態を収める、ために激しく乱打することが含まれる。このような状況においては、議長は間隔を置いて一度だけ。 強く叩くべきとされる。また、ガベルに寄りかかったり、ジャグリングやおもちゃのように扱う、あるいは脅しの道具や、自らの発言の強調として使うことも禁じられている。議長は参加者の意向を無視して、参加者が発言権を得る前に強引に採決を行い議題を通してはならない。ガベルを渡すという表現は、ある議長から別の議長へ順番に引き継がれることを意味する。 商談においては、上記のような使用例の他に、式典などで使用される場合もあり、様々な意味を付加して、それに対応するガベルの叩く数を決めておくことができる。ガベルは、アメリカの法廷で使用されており、比喩的に全般的な司法制度や特に裁判官を意味する用語にもなっている。一方、イギリスやアイルランドにおいては、アメリカの影響を受けて、テレビ番組においては、 ガベルが用いられるものもあるが、実際に裁判において、ガベルが用いられていることはない。例外として、インナーロンドン刑事法院では、初期官が、裁判官が入廷したことを出席者に知らせるために、ガベルを使用している。アメリカ合衆国議会上院で使われている造下の、ガベルアメリカ合衆国議会で、ガベルを用いるのは、1789年春に、 ニューヨークで第一回目の上院議会が開かれた際に、ジョン・アダムス副大統領が用いたことに由来する。上院のガベルは特殊で、装飾のない砂時計状の形をして、取っ手がなく、造下製である。2018年現在使用されているものは、インド政府から寄贈されて1954年11月17日から使用されているものである。 元々上院のガベルは少なくとも1834年から同じデザインのものが使用されていたが、1952年に銀板で補強されたにもかかわらず、1954年の原子力エネルギーに関する激しい議論の中で、リチャード・ニクソン副大統領が使用中に壊れてしまった。上院はガベルに加工できるほど大きな増減を用意できなかったため、 インド政府に依頼した。その年の後半に、インドのサルブパッディ・ラーダークリシュ南副大統領が、上院を訪れ、元のガベルの副製品をニクソンに手渡したという、経緯がある。対して、下院のガベルは、柄のある無地の木製のものであり、上院よりも、使用頻度が多く、かつ力強く用いられてきた。何度も損傷したり、交換が行われている。 国際連合で使用されているものは1955年にアイスランドの彫刻家リカーサー・ヨーンソンが制作したものでありアイスランド産の白樺でガベルとサウンドブロックを作った日本の裁判所においては法廷や競売の改札場等にガベルやそれに類する場を静粛にさせる器具は備え付けられておらず裁判官や執行官がそれらを用いることはない 参議院の本会議においては、ガベルが使用されており、叩くことで開会を示す。これは1950年のアメリカ合衆国上院を視察した際に、お土産として持ち帰ったのが始まりであり、衆議院では使用されない。なお、場を静粛にさせる道具としては、帝国議会時代から、衆参両院ともに、合輪、新礼という大きな鈴が、議長席に用意されている。 衆議院規則第218条及び参議院規則第214条において議長が鈴を鳴らした場合には何人も沈黙しなければならないとされている。しかし衆議院では使用した結果さらに我が紛糾してしまったことから使わないことが不分立となっており参議院では貴族院当時から一度も使われたことがない。ありがとうございます。